天下分け目の決戦、関ヶ原の戦い。豊臣秀吉の死後、豊臣政権内の政争に端を発した関ヶ原の戦いは、安土桃山時代慶長5年9月15日、徳川家康を大将とする東軍と石田三成を中心とした反徳川西軍によって今の岐阜県関ヶ原町で行われました。豊臣秀吉から筑後三郡を与えられ大名となっていた立花宗茂は、その恩義から関ヶ原の戦いでは西軍につきますが敗戦。徳川家康が天下を治めると、西軍についた多くの大名が改易減封されてしまいます。立花宗茂も柳川の地を没収され、一介の浪人へと転落してしまいます。しかし皆さんご存知でしたか？立花宗茂はその後、徳川家から忠義心と人望を認められ、関ヶ原の戦いで敗戦した大名で唯一給料復帰を果たした大名なのです。関ヶ原の戦いで西軍についた立花宗茂は改易されて所領をすべて失ってしまいます。宗茂の武人としての器量を信んだ前田家や加藤家などから仕官の申し出があったなどというエピソードもありますが、実際にはそんなこともなく、浪人の身分のまま付き従う家臣を連れて家康の許しを請うために京都へ登ります。京都で浪々生活を送っていた宗茂は、二代将軍徳川秀忠に召し出されて、陸奥棚倉の一万石の大名として復活します。再び大名となった宗茂は、おとぎ衆として将軍のそば近くに仕えることになります。その後再び丘陵の筑後柳川を利用することが決定し、20年ぶりに柳川へ。関ヶ原以後、肥後加藤家に仕えるようになっていた旧家臣たちも呼び寄せました。関ヶ原に西軍として参戦し、改易されてから丘陵に復帰を果たした唯一の大名だったのです。善道寺、宗茂の妻銀千代が生まれた地、現在の久留米市にあるこの寺院にも銀千代の墓が残されています。JR 九大線にて善道寺駅下車、徒歩約15分のところにあります。立花宗茂とは一体どういう人物だったんでしょうか？彼は1567年永禄10年に豊後の国、今の大分県で生まれます。彼の父親は高橋常雲、その当時豊後を治めていた大友宗麟の重臣でした。その常雲の息子として育つんですけれども、15歳の時に果たした初陣での活躍を見込まれ、同じ大友家の家臣であった別鬼道節が自分の一人娘銀千代、銀千代は当時立花山城の女城主になっていましたの婿にというふうに望みます。そして宗茂は15歳で立花山城の城主となるということになります。宗茂は銀千代の夫として、そして立花山城の城主として、道節の厳しい指導のもと優秀な武人として成長していきます。戦国末期、南九州の島津氏が九州北部に勢力を伸ばすと、大友宗麟は当時天下を統一しつつあった豊臣秀吉に応援を頼みます。宗茂のこもる立花山城も島津の大軍に包囲されてしまいますが、宗茂は島津の攻撃に耐え抜き、島津軍が包囲を解くと、今度は城から打って出て島津方の城を落城させます。この武勲を聞いた秀吉はこんな言葉で称えました。宗茂は九州の逸物である。宗茂は大名に取り立てられ、新たな領地を与えられます。当初筑後三郡を与えられ、県知後13万2千石の所領となりました。柳川城主となったのは若干20歳の時でした。立花山城、
大友貞利が筑前の拠点として築城。別紀同節より銀千代が7歳の時城徳を受け継いだ城です。その後夫となった宗茂が引き継ぎました。 JR 復興大前駅から立花小学校前バス停まで新宮町コミュニティバスマリンクスで15分、立花小学校前から登山道を40分登ります。宗茂は秀吉への恩義から関ヶ原合戦では西軍につきます。ところが西軍が負けてしまいますので、宗茂は九州に戻ってこなければならなかったんですが、途中で大阪城にいる、西軍の総大将毛利輝元に大阪城に籠城して徹底抗戦を進言するんですが、輝元はそれを聞き入れませんでした。大変悔しい思いを抱えて九州に戻ることになったんですけれども、実はその帰路ですね、同じく西軍について、そして敵中突破をして自領に戻っていた島津義弘と遭遇します。日向灘沖でのことだったんですけれども、その時ですね、宗茂の家臣が父親である高橋常雲の敵を討つのは今がチャンスだというふうに進言するんですが、宗茂はその時、敗軍の将を討つのは武家の誉れにあらずとそれを退け、むしろ互いにですね、無事を喜び合い固い結束を誓って島津義弘とともに九州に帰還することになりました。無事柳川城へ着城した宗茂でしたが、ほどなく九州の東軍大名加藤清正、黒田官兵衛、そして西軍から東軍へ寝返った鍋島勢が攻め寄せてきます。このうち鍋島勢とは江上八院で大激戦となります。宗茂は柳川城に籠城する構えを示しましたが、黒田官兵衛、加藤清正らが宗茂を説得し、宗茂は降伏開城、開城後改易され浪人の身分となります。立花家の家臣団は加藤清正が庇護の地に引き受けることになりました。立花右衛門太夫、善次郎親子の墓。江上八院の合戦で力戦し戦死した立花右衛門太夫、善次郎親子の墓です。戦死した日には子孫によって毎年供養が行われています。西鉄大牟田線八丁牟田駅から車で約7分です。立花軍は決して大軍ではなく少数であったんですが、大変に強いというふうに言われています。それはなぜだったんでしょうか。こんなエピソードが残っています。宗茂がですね、文禄慶長の駅、文禄の駅の時に大変厳しい戦場で家臣の小野木八郎が自分の袖を切って戦場に赴こうとしていた時、宗茂がそれを見て、袖がないのは見苦しい、わしの袖をやろうと自分の袖を与えたというエピソードが残っているんですね。大変豪華な自分の袖を惜しげもなく切って家臣に与える、そういったところからおそらくはですね、その家臣と宗茂、指揮官である宗茂との大変に強い絆、お互いの信頼関係というのが日頃からあったのではないかというふうに思います。この鎧の袖については、文禄の役における激戦の一つである駅定館の戦いにおいて、立花宗茂の家臣小野木八郎が自身の袖を切って戦場に向かおうとしたため、それを不憫に感じた宗茂は自身の鎧の袖を与え、その傍らにいた小田部慎介が代わりに自らの袖を宗茂に献上したというものです。黒漆塗り本小座ね、愛川脅し大袖はこの宗茂へ献上された袖と伝えられています。これまでは伝承の一つとして見られてきましたが、小野家ゆかりの品の中からこのエピソードに符合するような金箔を施した豪華な袖が見つかりました。柳川古文書館。柳川及び筑後周辺の歴史を綴った貴重な古文書などの資料を収集、保存、公開しています。西鉄大牟田線柳川駅から徒歩で約10分です。立花宗茂の妻銀千代は別紀同節の娘でした。
同節には息子がいなかったため、銀千代が7歳の時に自分の後を譲り、橘山城の女城主になります。史実としてその女城主だったということが確認できるのは銀千代姫ただ一人なんです。関ヶ原の戦いで宗茂が属した西軍が敗れた後、東軍の加藤清正が柳川城攻略に向かいます。この時清正は銀千代らの抵抗を避けるため、銀千代の屋敷を迂回するルートで柳川城に向かったという逸話も残っています。そんな勇ましい銀千代でしたが、宗茂が浪人となった後、34歳で病のため庇護で生涯を終えました。銀千代は亡くなる直前まで夫の復帰を願っていたと言われています。柳川城を攻略しようとした清正は亡くなるまで銀千代を庇護し、また宗茂の大名復帰にも尽力しました。三柱神社、旧大藩主立花昭方によって建立、立花宗茂、銀千代、別鬼道雪を三柱として祀っています。復活の大名宗茂にあやかろうと、成就、復活、縁結びの神社として地元の方に深く信仰されています。西鉄大牟田線柳川駅から徒歩で約5分です。晩年の立花宗茂は戦国時代のことを語ることのできる貴重な人材でしたので、二代将軍秀忠、三代将軍家光の昌番衆としてそば近く控えていました。二人の将軍の良き相談相手となっていたと思われます。70を過ぎて島原の乱に参陣した宗茂は戦略面の提案を行ったとされ、昔日の有志に諸大名に武人再来と称賛されます。乱の鎮圧後、家督を養子立花忠茂に譲り、隠居を許されます。隠居後は立斎と号します。隠居後も引き続き江戸にいて将軍のおなりに付き従うなど、将軍のそば近くに仕えました。晩年は目が丸くなったようで、書状には顔ではなくローマ字の印判が用いられています。 FIDA で飛騨、これは宗茂が飛騨の神という官職であったことにちなんでいると思われます。こういった海外からの文化を取り入れていたのは、宗茂がシャレ者であった一面を表しているのかもしれません。そして寛永19年1642年に江戸藩邸で亡くなります。立花家資料館、柳川藩主立花邸お花。立花家にまつわる資料を展示、立花宗茂をはじめ立花家の歴史を学ぶことができます。西鉄大牟田線柳川駅からバスで約20分です。解放され柳川藩主となった宗茂は生涯を閉じるまで領内の発展に尽くしたと言われています。現在でも立花家では宗茂が領民の幸せこそ第一の義とせよと言ったと伝わっています。そして妻銀千代の菩提を弔うため、裁縫後建立した領政寺へは所領を寄進し、供養を欠かさないように命じています。